シリコンチューブ出てると思うんですよ、はい、まあ、僕の前職 G7 と、まあ、比較されると思うんですけど、多分本気で見たら青木さんバカじゃないのかなってぐらい強いんですよ。実は見てもらっていいですか。これチューブ、今回のチューブです。いきますね。マジでマジでやってます。ちぎれないですよ。本当ちぎれない、はい、これ、ね、誰か他の人やってます。僕桜かとかで言うんですけど、青木バカ、自分だけすごい強いのを持ってるっていうわけじゃないんですよ、はい、でもこれは青木バカじゃないの、こんなチューブ強くしてっていうぐらい強いです。あの人やっぱりバカなんだって思っていいんですけど、チューブにこんな人生かけるかっていうのは強いです。いや本当だって消耗品だから、できればある程度のところで切れて、 ある程度回転した方がいいはずだと思うんですけど、まあ、回転すると思います。でもこんだけ強かったら本当ぶっちぎれて飛んでいくってことはまずないから、あとまあこれですね。ああついに俺が元祖だってやつです。いや自分設計図のあれしか見てなかったんで、ね、ちなみに、今3から8ミリかな、はい、のラインナップなんですけど、2が出ます。 2だとマイクロ、そうですね、マイクロクロ、あ、マイク、マイクロスワンプ、はい、まあ、ちっちゃいやつ、今川さんのスキニー3と、あ、スキニー31ですね、はい、で、こう細い方はまります、簡単に。で、太い方も細くて長いと抜くのしんどいじゃないですか。だから太い方は太い方に刺します。こういうアイテムです。これ実は設計図とかね。そうですね。まあ言います、これが正解です。負けません。元祖は僕ですって言っときゃいいですかね。ああもう弱気なのに強気になりました。どんどん強気でお願いします、はい、今これこんだけ丈夫だとちぎってみてください。ちぎれないでしょ。ちぎれるかな。ちぎってみてください。針だけ刺さないで、指に刺さないように。ちぎれちぎれちぎれるわけないじゃん。勝てめぐた負けるわ。ちぎれない。ありがとうございます。こんだけ丈夫なやつだから普通これってある程度はなくなってくれないと売れないわけじゃん、次のやつが。こんだけ丈夫な風に作っちゃったらロストしないから、これをやってくれるのがジーニアスプロジェクト。青木バカじゃないのシリーズ。青木バカじゃないのシリーズ、はい、言えないんで、この我々あのしもしものものバカじゃないのって言えないんで、お願いします。ジーニアスプロジェクト2020年は、タンク精神会やります。 あとスピンニングリールももちろんやってます。やってるんですね。はい、頑張ります。ってことはもうベイトあれだけのアイデア満載のグラビアスが出たってことは、スピニングもまだ言えないと思うんですけど、ものすごいいろんな。そうですね、スピニングはスタートラインに、正直スタートラインに立ったぐらいです。はい、で あと分かんないけど、ちょっとみんなに流通は廉価版、まあ名前変えグラビアスが出せると思う。それはうまくいけばお店で買えるようにします。はい、ちゃんと値段を設定してします。まあでも今グラビアスもアマゾンとかで購入できるように、まあうちと直感であれば全部そうなんですよ、うん、まあカードを使うのにアマゾンが一番楽だろう、はい、ということで、はい、うん、ね、他何か秘密のネタ、言っていい秘密のネタ何も今全部秘密言っちゃったんじゃないですかね。そうですね、はい、